はい、とりあえずね、今日ポケモンの動画3本目ですけど、まあとりあえずね、1本目レードバトルやって、2本目3本目、まあこれ3本目なんですけどね、まあ一応、まあサークルミッションってことなんで、とりあえずそうっすね、行きましょうかね。問題は俺が炎タイプのポケモンがね、マジでわかんねえんだよな。現状。俺先にラッキー潰させて。野生のシシコがね、湧いてくれたらありがたいんだけど。ちなみにあれか、まだあれって切れてる。そうですね、無駄に作ったサンドイッチは切れましたね。これはナックラーか。これは？あ、これあれか。色磁化か。で、これビブラーバー。で、これも色磁化。このタイプこれ変えちゃうか。おもかせバトル準備しちゃうとか楽っすね。なんだ？特にミッションねえよな。危ない危ない、びっくりした。びっくりした。ナックルか。オブで。道具を10個。ここ道具湧きづらいから、道具だったらこっち行っちゃった方がいいな。見せた。野生のテラスタルポケモンまたか。さっきあそこ倒しちゃったから、こっち行くか。地図出すと。
あれ、回復マシンどれだ？あ、こっちか。あ、いたいたいた。今日はポリゴンか。はい、オッケー。また泳いでるのとキャニオンと道具か。泳いでるのとキャニオンと道具と。キャニオンは？じゃあちょうどここでいいか。あ、見っけた。ドラゴンタイプ？戻んなきゃいけなくなっちゃった。ドラゴンタイプと。ゲイ、ナイスー。飛んでる子と道具か。飛んでる子ならこの辺でいいや。どうせマホミルかなんかここ湧くんで。ほらね。もう魔法見てきてもあるか。多分ねえか。いや多分ねえじゃねえ。誰だっけこれ。もう誰だっていいや。飛行タイプのポケモンか。固まったな。飛行タイプだと、飛行タイプだと誰がいる。まあドードリオでいいか。めんどくさいから。ドードリオだったら確かこの辺で湧くんだよな。
あ、いたいた。ヒントをもとにポケモン捕まえようか。さ、何のヒントだ。水氷。わあ、一番最悪。特に掲示板にコメントねえな。ってことはじゃああれか、親の人がなんか分かった感じか。またバグったか。この固まるの何なんですかね、原因。また固まった。なんなんだこのゴミポケは。バグったな。あぶね今一瞬フリーズしたかと。あぶね、どうするよ。まあいいや。とりあえず一匹捕まえりゃ何でもいいのか。じゃあオッケー。背後から襲いやすいポケモンがいたら、それを襲って。あ、気づかれた。あ、なんかジョイコン壊れたかも。R ボタンが反応しね。やべ、ちょっと待って。押してんだけどさ、この ZR が今反応しなかった。なんでだろう。もう一回ちょっと逃げさせて。俺のジョイコンが壊れた。そうですね、一応、こうやってポケモン飛び出した時って、ZR 押すと戻るはずなんですけど、ほら。戻んなくなっちゃった。ラグなのかな、これ、ほんとマジで。しょうがねえや。とりあえず背後からボール投げれなかったから、これはもう様子見るしかねえな。これは俺のせいじゃねえや。ジョイコンのせいか。ジョイコンのせいなのかな。でもたまにあるんですよね、この ZR 壊れる事象。 なぜか ZR だけなんだよ。まあおそらく多分少なからずポケモンのせいもあると思うんだけど。サークルミッションやる気あんのかな、こいつら。まあ、ねえんだったら抜けちゃうけど。まあ、30分ぐらい経って、そうですね。無意味と判定したら抜けちゃいましょうか。これそうだね。ボール投げれないからダメだ。いや、抜けちゃってもいいか。あ、クリアしたんだ。どうしようかな。ちょっと抜けるか。一応ね、まあ、なんとかね、ポケモン戦に自信あったんですけど、まあ一応サークルミッション抜けて、あのサークル抜けて、で再起動してね、なんとか戻れるようになったんで、多分俺のジョイコンが壊れてるっていうか、やっぱりラグなんですかね、原因は。まあ、とりあえずね、
レイドバトルの方やりましょうか。はい、とりあえずね、まあガラルヤドラン入れて地面テラスルなんで、そうですね、毒技食らっちゃうけど、まあ一発で死ぬことはないんで、まあ行きましょうか。うっ、ゲップでした。一応今ホットレモンね、2杯目飲もうとしてね、今ちょっとケトル沸かしてるんで、ちょっとうるさいですけどね。すいません。チンチンに沸かしてきてもね、熱いんで、ちょっとほどほどにしながらですけどね。よいしょ。よし、こんなもんでいいかな。ちょっと入れすぎちゃったけど。あ、そうだ、そんなにやべ。薬飲んでないんで、先に薬飲むか。危ね危ね。おとといもね、ゲームしながらね、飯食って、薬飲むの忘れてたんで。ちゃんと薬飲んぞばるな。まあ一発で毒食らったか。でもリーフストームで回復結構できるよな。2段階上昇なんで、どうだろう。あー、ギリギリかも。ごめん、うん、ごめんどころがアウトですね。ん、改造じゃねこれ。気のせいか。なんかこの滝音カッター改造な気がするんだけど、アドレス的に。ちょっと待って、これだよな。いや、なんか改造くせえぞこれ。ちょっとメモだけしとこう。ただキノコ飛んだ。ゴーストでらっしゃる。オッケー、このリーフストーン当ててくれたのでかい。
あー、リセットかけられたか。リセットかけられたけど、まあ、壁壊せれるじゃん。いや、これリフストームでいいな。当てれば一発あるんだよ。オッケー、ナイス、当てていく。しかも急所で全回復。いや、テラパス間に合ってくれ。あ、そのレイビー間に合ったから。うん、大丈夫っすね。レイビーと、うちの最後テラパスで。まあ、なんとかなったと。どうなんだろうね。このタキオンカッターは改造なのかな。一応ね、あ、そうか。俺、タキオンカッターの改造なら、あれ、データあるわ。データって言ったらあれだけど。あの、ツイッターかなんかの方にね、そうだ、俺か、あの、出したことあるわ。ちょっと待ってくださいね。ちょ、捕まえとくだけ捕まえとくか。どうせ200円なんで、モンボ1個。あれ、どれだっけ？タキオンカッターの改造。あー、でも俺が持ってるやつとね、親名違うわ。俺が持ってるのザシアン、俺が飛んできたのザシアンネットだった。今のやつ、フリーなんとか ORG なんで、でもね、名前的には多分改造臭いんですよね。どうなんだろう。まあ、いろんな改造いますからね。正直言い方ですけど。やばい、薬飲むのに水使ったら寒い。お、ラッキー、スパイス1個だ。あったけー、このホットレモン。うー、寒いー。水で体が冷え切っちゃった。お、リックラゲル、ラッキー。とりあえずガラリアドキングが飛行テラスタル、どうしようかな。アルセウスでいっか。めんどくせえから。ちょうどアルセウスが電気あれ持ってるんで。特にこのアルセウス、うちにしては珍しくのアシッドボム持ちなんで、まあハラバリーも、まあゼクロもで、なんだっけ、ミライドンもいるんで、まあ俺はそうですね、アシッドボム連チャン打っちゃえば多分他の人の、そうですね、補佐に回れるんで。まあ、アシッドボム連打でいきましょうか。まさかのハラバリマシッドボム打ってくれた。これで4段階下がったんで。えげつねえぐらいの量入ったな。まあもう一回シッドボンぶち込みましょうか。リセットかけられたんで。結構この PB3 削るんでやべえな。あのプレッシャー込みでいくとやばくね、これ。結構な量になるぞ。まあアルセウスはちょっとテラスル切れないんで、このままちょっと突っ張らしてもらうけど。いや、でもこのあれだな、あのこの不気味な呪文とプレッシャーでダブルアトルやったらえれえ削れそうじゃね。そんな多分勝てないと思うけど。
そうですね、完全に終わりましたね。はい、終了と。すげえ。腹張りドロダッシュボーン積んだせいで。えらい入ったから。先週いる時間早いですね。まあ、電気タイプってね、物理技がそもそも、雷パンチとか、あとエレキブルが最近覚えた。まあ、おそらくワイルドボルトとか、多分その辺のサンダーボルトとかワイルドボルトとか、あの辺の一部のね、物理技しかないんで、このパーティーだとね、特殊技刺さるって分かったんで、まあ、これはそうですね、アルセウスにして、正解っすね。まあ、銀の王冠のみか。そしたら尺的には、そうです。今26分ちょいな。まあ、26分半なんで。まあ、あと1試合やって。で、こっちのスイッチもね、まあ、充電が残り30弱なんで。そうですね。一旦まあ、こっちのスイッチ充電しながら、まあ、もう1個のバイオレットの方のスイッチは充電溜まってるんで。ああ、うめ。あと、サイドン入れ、あ、ラプラスいいんじゃん、ロッキー。まあ、入れるか微妙だけど。まあ、キングドラ入れたんで、キングドラか。まあ、水ドラゴン。まあ、バカ力でいくか。お、色違い見たことすじゃん。雨乞い型か。大丈夫かな、このまあいいかのやつさ、特殊に振ってないんで、竜の波動とか流星群飛んできたらちょっときついんだよな。一応メタグロスはサイコファンが。あくびならまあ安いけど。メタグロスとあいつか。なんだっけ、ウルガモスのあいつもう眠っちゃったのか。特にリセットかけられたの痛えな。ああ、普通に冷凍パンチぶっ破しちゃったんだ。まあいっか。ドロップン外したのでかい。ただメタゴロス飛んでった。ただもう一回あくび食らった。このもう一回のあくびうぜえな。あれか、鉄の階段も寝ちゃったのか。あー、数ミリ残ったか。まああとはメタクロスが、そうね、コメパンなりなんなりしてくれれば落ちるっしょ。
あ、その前はドルパンで落ちたか。うん、大丈夫ですね。一応キングドラはね、確かね、スパイス落としやすいポケモンの、6体中の1体なのかな、ラプラスと一緒で。確かラプラス、キングドラってことは覚えてるんですよ。あとポリツ。ラプラス、キングドラ、ポリツ、ヤドランなんですよね。あと2体誰だったかごめんなさい、ちょっと忘れちゃったんですけど。星5でも出んのかな、スパイスって。おお、出ますね。まあ、塩スパイス1個と。まあ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 、悪くはないっすね。まあ、どっちスパイス使わないですけど。ただ、こっちスカーレットのロムなんで、スパイス全然ないんでね。まあ、1個でも出てくれれば、うん、まあ、それなりにって感じですかね。じゃあね、マジでスパイス全然ないんだよ、こっちのローム。そうですね、こんだけしかないんで。少なくとも甘スパイスっていうのがないのかな、俺持ってないですかね。まあ、スパイスそもそも使わないで分かんないんで。まあ、あとこっちそもそもドリンクとかもね、全然金稼ぎしてないんで。そうですね、金もないんですよね。ミントもこんだけしかないし。なぜかまっさら餅3つあるから、これは交換で送っとこう。そうですね。またおしゃぼガチャ、おしゃぼガチャね、少しは回してるんで、おしゃぼあるんで、一応今回ね、まあ、もし捕まえれたらですけど、一応本赤の方、バイオレットの方がスピードボール結構あるんで、一応スピードボール、バシャンは加速型なんで、そうですね、スピードボールと、まあ、できれば今回コンベボール。で、ちょっと馬車も捕まえたいなっていうのがあるんで、まあ、あと、おしゃぼガチャも回しつつになるかなと思いますけどね。まあ、ちょっとその辺はどうなるか、そうですね、未知数なんで、まあ、一応ね、まあ、今日火曜日なんで、まあ、金曜日の、そうですね、馬車アモレード。そうですね、何が刺さるんですかね。俺はやっぱり、ソーブレーズとラウドボーンでいいでしょみたいな感じで息巻いてるんですけど、まあ本当にね、マジで息巻いてるっていうか、まあ、一応ね、動画的には、まあ、おそらくソーブレーズとラウドボーン、まあ、ソロで試運転してみて、あとね、まあ、周回できれば、もう一体のポケモン、まあ、育成したのがあるんで、ちょっとその子だけはね、ちょっと色違いじゃないんで、ちょっと申し訳ないんですけど。そうですね。一応ね、ラウドボーンも色違いじゃないかな。ラウドボーンはそもそも色違いが、なんつうの不可厳選しかないのかな。確かラウドボーンは不可厳選しかないんで、ちょっとまた不可厳選でやってないんで、ラウドボーンは原色。で、ソーブレーズも、今回からの新作のポケモンなんで、色違いじゃないんで、申し訳ないですけど。そうですね。だからまあ、一応、そうですね。ラウドボーンとソーブレーズは原色のまま。一応、まあ、B ブリ ?B ブリ扱いにして、まあ、もう育成終わってるんで、一応、バイオレットの方で。なんで一応ね、そっちに関しては、うん、どうにかなると思うんで。まあ、そうですね。そんな感じかなと思いますね。というわけで、ちょっと一旦、そうですね。ちょっと疲れちゃったんで。そうですね。あそっぱらかね、3本動画一気に撮るんで。ちょっとね、体力的にもきついんで。一旦ね、休憩して。で、まあ、日中ぐらいか。そうですね。もうちょっとしたら。そうですね。まあ、今、ちょうど多分7時、6時半ぐらいか。4時か、4時過ぎなんで、そしてまあ10分、20分か、まあ8時ぐらいまで、まあそして休憩してから、まあマジカル交換やったりとか、まああのバイオレットの方で、まあレイドバトルやったりって感じで、していきたいかなと思います。ではまた次回の動画で、ありがとうございました。